流れたゴガエルは赤ガエル族のカエルの一種。種小名の桜井は発見者である桜井厚氏にちなみつけられた。日本の固有種で中国地方から関東地方にかけての標高1000メートルほどまでの山間部の渓流地帯に生息している。オスは体長38から45ミリメートル、メスは43から60ミリメートルほど。私有動植で背面は オード色から赤褐色、肺褐色など、喉から胸部にかけ、黒色の縁が入る。鼓膜の周囲は脳褐色で、鼓膜は目立たない。本種はタゴガエルに非常に近縁であるが、生殖の時期や場所、オスの鳴き声などが異なる。また、タゴガエルと比べ、後足の水かきがよく発達している。繁殖期には、オスの覆面は赤みを帯びる。また、 雌雄ともに皮膚が伸びて、膝状になる。他の日本に生息する多くのカエル類とは違い、渓流やその付近に生息している。繁殖期は2月から4月の間で、本州に生息するカエル類の中では最も早い。渓流の水中で繁殖が行われる。卵は水中の石の下などに生まれ、産卵数は50から170個程度である。 繁殖期が過ぎると生態は陸上に上がり、昆虫などを捕食しながら生活する。秋になると、渓流に戻ってきて、水中で越冬を行う。ありがとうございます。